スーパーライジン3で対戦した平本蓮選手と朝倉未来選手の試合。この試合を振り返ってみましょう。開始早々に未来選手は小さく重心を下げるフェイントを見せますが、平本選手は大きなリアクションを見せません。未来選手が右ミドルで先制攻撃に成功すると、平本選手もローを返し、両者ともに蹴りから試合に入りました。未来選手がローを蹴ると、平本選手はバランスを崩しますが、体勢を立て直し距離を取る動きを見せず、すぐ前に出ました。平本選手はサウスポーで右手をやや前に出した半身の構えを作り、リング中央を取ろうとします。未来選手も譲らず、両者ともにパンチは出さず、リング中央での睨み合いになりました。両者ともにカウンターがうまいので、不用意に手を出せばカウンターを打ち込まれる。圧力をかけ合いながらフェイントを繰り返す睨み合いが長引くかと思われましたが、平本選手が先に仕掛けました。平本選手がワンツーを打つと、未来選手が得意の右フックのカウンターを放ちますが、どちらのパンチもヒットしません。さらに平本選手はジャブの飛び込みを見せ、後ろ足である左足を前に出し、サウスポーからオーソドックスにスイッチしながら右ストレートを打つと、未来選手が再び右フックのカウンターを打ちましたが、両者のパンチはヒットしません。平本選手は未来選手の内側を攻める攻撃を3度繰り返しました。打撃戦において正面から攻撃をして相手を崩すのは非常に困難です。そのため相手の側面である内側か外側に回り込む動きが必要になります。平本選手は未来選手の内側に入り、パンチを打っていました。未来選手も当然平本選手の側面に回り込もうとしていました。右方向へ移動し、平本選手の胸が見える角度に入れれば内側を取れた状態と言えます。しかし平本選手は胸を隠すような半身の構えを作っているため、小さな移動では平本選手の胸が見える角度に入れないので、大きく回り込む必要がありました。この移動の際にステップが大きくなってしまうと、逆に未来選手の胸が見える角度になってしまい、平本選手に内側を取られてしまいます。この瞬間に平本選手がプレスをかけると、未来選手は一度元の位置に戻り、もう一度内側に回り込み直すという動きを繰り返していました。そのため未来選手が平本選手を中心に左右に回るというポジション取りの攻防で、徐々に平本選手の圧力で未来選手がロープ際に下がり始めました。平本選手はプレスがかかり始めたタイミングで後ろ足を大きく外側に踏み込み、外側からジャブで飛び込むと、未来選手はこれに対し右フックのカウンターで迎撃しようとしましたが、平本選手が逆に左ストレートのカウンターをクリーンヒットさせました。ダメージが見える未来選手は平本選手の頭をつかもうとしますが、平本選手は顎や側頭部を正確に打ち抜きます。距離を取ろうとする未来選手に対し、平本選手は一気に飛び込まずゆっくり接近します。これに対し未来選手が右フックを放ちますが、平本選手が再び左ストレートのカウンターを合わせ、ダウンした未来選手に対しパウンドをまとめて試合を終わらせました。
この試合の勝因は平本選手が朝来る未来る対策をしっかりと用意してきたことでした。平本選手は未来る選手の3つの特徴を分析した作戦を立てていました。3つの特徴とは、右フックのカウンター、スロースターター、打撃の圧力。未来る選手はもともと手数が多い選手ではありません。特に遠距離で自分から仕掛ける攻撃は種類が少なく、蹴りか左のロングストレート、過去の試合ではこの2つの攻撃で圧力をかけ、打撃のプレッシャーで相手を下がらせ、逃げ場のないロープ際に追い込み、追い込まれた相手が強引に前に出ると、浅い踏み込みには右フックのカウンターを合わせ、深い踏み込みのフック系のパンチには転下を合わせる。この未来る選手の基本戦略に対し、平本選手は右手をやや前に出した構えを作ることで、未来る選手の左ストレートを打ちにくくし、未来る選手の攻撃を蹴りに限定させ、自分も蹴りを返し、蹴りの主導権争いに持ち込みました。おそらく蹴りの主導権争いなら負けない自信があったのだと推測します。これにより打撃の圧力が拮抗した状態になると、平本選手は未来る選手の内側に入る攻めで圧力を徐々に強めました。そして浅い踏み込みを繰り返し、わざと未来る選手に右フックを打たせ、後ろ足を前に出しながらスイッチして打つパンチを見せたことで、未来る選手に平本選手がスイッチしながら内側に飛び込むことを警戒させました。おそらく KO につながった平本選手の飛び込みの場面で、未来る選手は平本選手の左足がまっすぐ内側に踏み込んでくるというイメージを描いていたのだと推測します。これに対し未来る選手はバックステップしながら右フックを当てるというイメージだったと思われますが、実際の平本選手の動きはイメージとは逆の外側にステップし、もう一度飛び込む2段階の飛び込みを見せました。本来なら1段階目の飛び込みに対し、未来る選手は体の向きを方向転換し、平本選手を正面に捉えなくてはいけませんが、ほぼ方向転換をせず右フックのカウンターを打ってしまい、角度とタイミングがずれた右フックは平本選手にヒットせず、平本選手にカウンターのカウンターを打ち込まれました。さらに逃げる未来る選手を追う場面でも、あえて一気に距離を詰めず浅く踏み込み、右フックのカウンターをあえて打たせ、左ストレートのカウンターで仕留める。未来る選手得意の右フックのカウンターを狙いどころに設定し、内側に飛び込む動きを未来る選手の頭にすり込ませ、未来る選手の裏をかく外側からの2段階の飛び込み。2段階の飛び込みについて、平本選手は試合後、堀口選手を育てた二平さんに教わった、一緒に練習して何度もやってきたステップと語っています。対朝倉未来る用の新兵器と呼べる技を平本選手は隠さずに早い段階で使いました。平本選手は試合後、ラウンドマストだったので前半からポイントを取ることを意識した、勝負の瞬間は体が温まる前に来ると思っていたと語っています。未来る選手は過去の試合でも序盤は様子見に終始することが多く、試合の後半に向けて徐々に打撃の圧力を強めていくゲームメイクをします。今までの平本選手は自分から前に出て仕掛けることは少なく、先に相手に手を出させてカウンターを合わせるという戦い方をしていました。しかしこの試合の平本選手は積極的に前に出て、
自分から先に手を出すことでミクル選手が温まる前に、ミクル選手得意の圧力で下がらせる試合展開ではなく、圧力でミクル選手が下がってしまうというミクル選手が慣れていない展開を作っていました。スロースターターなミクル選手が序盤でペースを握られ、生命線ともいえる打撃の圧力がかからず、得意の右フックは狙いどころにされていた。ミクル選手には打撃戦を放棄しテイクダウンするというプランはなかったのか。弟の海選手は自身の YouTube チャンネルで早い段階でテイクダウンするプランだったと語っています。ミクル選手は平本選手の圧力で下がるというおそらく想定外の展開になったため、圧力を感じている状態でもともとグラップラーではないミクル選手がタックルを仕掛けるのは難しかったと推測します。仮に平本選手がオーソドックスであれば、得意のニータップでテイクダウンを仕掛けられた可能性もありますが、サウスポーで圧力をかけられてしまう展開ではテイクダウンを仕掛けたくても仕掛けられなかった可能性があります。テイクダウンを仕掛けなかった理由に関して海選手は盛り上げようとしたのではないかと推測していました。テイクダウンを仕掛けるプランを変更し、会場を盛り上げるために打撃戦を選んだ。事前にチーム内で確認していたプランを突然変更してしまったのは、約5万人の大観衆が作る異様な雰囲気に朝倉未来が飲まれてしまったから、あるいは平本蓮と向き合った時に格闘家の本能として打撃戦で勝負したいという感情が湧いてしまった。本当の理由はミクル選手本人しか分かりませんが、いずれにしても平本選手が素晴らしいパフォーマンスで掴んだ見事な勝利でした。素晴らしい試合を見せてくれた両選手に心から感謝いたします。